米国戦争、米国戦争、米国戦争、メキシカン、アメリカン王は1846年から1848年の間にアメリカ合衆国とメキシコ合衆国、墨西歌の間で戦われた戦争、アメリカメキシコ戦争とも呼ばれる。アメリカ合衆国ではメキシコ戦争、メキシカン王として知られている。メキシコでは、 アメリカ合衆国のメキシコ侵略 U.S. アメリカンインベージョンオブメヒコ米国の対メキシコ戦争ユナイテッドステイツ・ウォー・アゲンスト・メヒコ北部の侵略戦争ウォー・オブ・ノーザン・アグレッションとして知られているなお最後の名称はアメリカ南部では南北戦争を指すことが多い米北戦争はテキサスの所属をめぐっての米国とメキシコとの衝突に起因する スペインから独立革命を経て独立したメキシコは第一次メキシコ帝国と共和国の時代を通じてメキシコ北部の領地一帯を保持していた。しかし16世紀から続くネイティブアメリカンの群発する反乱は継続しており、また1803年のルージアナ買収によって西部への開拓を開始しやすくなった多くのアメリカ人がメキシコ領北部に流入していた。 しかし、長期戦になった独立革命で弱体化した、メキシコには、北方の領地を統治する余裕が人的、金銭的になかった。アントニオ・ロペス・デ・サンタ・アナによる、中央集権体制、メキシコ共和国は、メキシコ各地での反発を招き、各地で独立の機運が発生した。1836年、多くのアメリカ人不法移民に占領され、 テキサス共和国がメキシコからの独立を宣言すると、1839年にフランス、1840年にオランダとイギリス、1841年にベルギーがテキサス共和国を承認した。1845年にテキサス共和国はアメリカに併合されたが、メキシコ政府はアメリカ合衆国のテキサス併合は、もちろんテキサス共和国の独立さえ、 未承認であったベラスコ条約締結の経緯が不公正なものであるとして認めていなかった。アメリカはこの地域での英国の野心を断ち切るために太平洋岸のカリフォルニアに自国の港を持ちたかった。このためテキサス併合と同じ都市テイラー・アベイ大統領はジョン・スライデルを全権とし交渉団を送りメキシコ領カリフォルニア及びニューメキシコを購入したいと申し出た。 しかし当時メキシコ国内は混乱が続いており、例えば1846年の1年間だけで大統領は4回、戦争大臣は6回、財務大臣に至っては16回の交代が行われ、交渉団を迎え入れた大統領は反逆罪で訴えられ追放されるなど交渉どころではなかった。また、メキシコ世論も買収申し出に猛反発した。そして、大統領のもと、 より国家主義的色合いの強い政府が成立したのを見届け、交渉団は引き上げた。テキサスを併合したアメリカは、メキシコとの国境をリオグランデ側、リオグランド以北としていた。一方メキシコは、同様にリオグランデ側の北側を流れるヌエセス側、ニューシュライバー以南としており、両国の主張には相違があった。次のアメリカ大統領、ジェームズ・ポークは、 アメリカの主張するテキサス州の土地を確保するよう軍に命じた。これを受けたザカリー・テラー将軍の率いる軍隊は、ヌエセス川を南に越えて、メキシコの避難にもかかわらずブラウントリで、ホート・ブラウンを築いた。1846年4月24日に、メキシコの騎兵隊がアメリカの文献隊を捕らえたことから、戦闘状態となった。パロアルト、パロアルト及びレサカデラ・パルマ、 ラサカで LA パールまでの国境衝突帯戦闘の後に連邦議会は5月13日に戦線を布告した。南部出身者と民主党がそれを支持した。一方北部出身者と保育党員は一般に戦争の宣言に反対した。メキシコは5月23日に戦線を布告した。アメリカの戦線布告後、アメリカ軍はロサンゼルスを含むカリフォルニアのいくつかの都市を占領した。 モンテレーの戦いは1846年の9月に起こった。1847年2月22日、ブエナビスタの戦いで、テイラー将軍がアントニオ・ロペス・デ・サンタ、アナ将軍配下のメキシコ軍を破り、アルタカリフォルニアとニューメキシコの占領を確実なものにた。ウィンフィールド・スコット将軍配下のアメリカ軍は、海上からベラクルス、大西洋岸を攻略。 引き続きセロゴルド、メキシコ中部と進撃し、メキシコの中心部チャプルテペック城、メキシコシティも攻め落とした。進撃は3月9日に始められた。1847年1月13日に調印されたカフエンガ条約でカリフォルニアでの戦いを終了したカリフォルニア征服。1848年2月2日に調印されたグアダルーペイダルゴ条約は、 戦争を終結させて、アメリカに、カリフォルニア、ネバダ、ユタと、アリゾナ、ニューメキシコ、ワイオミング、コロラドの大半にテキサスと同様の管理権を与えた。アメリカはこれに対し1825万ドル、現金1500万ドルと、債務放棄325万ドルを支払った。このメキシコ活動により、メキシコは国土の1、3を失った。 これによる国民の不満もあり、1864年8月22日には政権が交代し、また中央集権国家のメキシコ合衆国に戻った。不毛の砂漠地帯だったこれらの土地ではあったが、その1年後、1849年カリフォルニア州サクラメントでゴールドラッシュが起こり、さらに後の20世紀前半にはテキサス州に無人像と言われた油田が発見されて、 石油ブームが起こることになる。アメリカ軍は、この戦争で、約1万3000名の死者を出したが、このうち戦死したのは、約1700名で、その他のほとんどは汚熱などの疾病による犠牲者であった。なお、メキシコ軍の死傷者は2万5000名ほどと見られている。この戦争は、米北両国の重火器の差が顕著で、 それが戦闘の奇数に大きな影響をもたらしたと言われている。アメリカ軍が最新の国産ライフル銃を使用したのに対して、メキシコ軍はナポレオン戦争で使用された一世代前のイギリス製小銃を装備していた。この戦争で特筆すべき点の一つとして、聖パトリック大隊、サンパトリシオスの存在がある。メキシコを支持してアメリカ軍席を放棄した約500名の 元アメリカ兵によって構成され、その多くはアイルランド生まれ、アイルランド系移民であった。この元アメリカ兵たちの多くは、チュルブスコの戦いの結果、アメリカ軍に降伏し捕虜となったが、スコット将軍は、彼らを脱走兵として初段、メキシコシティ陥落時に一斉処刑した。この事件については、歴史家の間でも意見の対立がある。すなわち、彼ら、 聖パトリック大隊員を捕虜だったとする意見と、逆に反逆者あるいは脱走兵だったと主張する意見が対立している。前者を取った場合、スコット将軍の処刑は捕虜虐殺となり、重大な戦争犯罪にあたる。一方、後者を採用した場合、将軍の行為は正当で違法性はないものとなる。なお、メキシコにおいて、聖パトリック大隊は英雄であり、各地に、 多くの記念碑がある。また、スティーブン・ W ・カーニー将軍とカリフォルニアへの抗軍を共にしたモルモン大隊はソルトレークシティのモルモン教徒で構成されたアメリカ軍の歴史の中で唯一の宗教の舞台とて知られる。彼らはユタ州へのモルモン教徒の移住を助けるために組織された。アメリカ大役軍人協会からのデータによれば、 米国戦争に従軍した最後の生き残り、応援トマスエドガーオー応援トマスエドガールは1929年9月3日に98歳で死去した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。